はい、おはようございます。おはようございます。ただいま、9時15分ぐらい、ここは本庄小玉インターの、マクドナルドです。はい、これからですね、三ヶ坊スーパーリンドーの方に、行こうと思います。モーリーさん、私師匠で名前何にしよう。アーリーさん。で、このジジアルはこれから、これから林道いや、グローブ落ちた、こちらの、ベネットさんは、これから金星峠行くそうです。はい。あ、こっち、後ろ。はい。それでは、皆さん準備ができたら、じゃあ、行こうと思います。はい。それでは、出発しまーす。気をつけてー。ありがとうございます。入ってきました。ここはまだ三ヶ坊スーパー林道ではないんですけど、手前のところを、入ってまいりました。よいしょ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 よっこしょ。で、これ左行けばダートが始まります。あ、はいはい、わかりました。あ、はい。じゃあ、ここから、はい、ここでちょっと準備ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、はい。準備。いろいろ準備。いろいろ準備します。よいしょ。はい。はい、どうぞどうぞ。はーい。さあ、今日は、年内で、いいですか。三ヶ坊スーパーリンド行きます。さあ、ここからスタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おー、来たね。おー、いきなり。あ、こういうところへ行けるぞ。それぐらいは。よっしゃー。すげえな、よくブイストで行きますね。すげえな、さすが、さすがだわ。あ、なるほど。これはきついわ。より細になった。体育館すごいね。下ってるな、ここ。ちょっとこっちの方がいいや。いやー、すごいすごい、こんな上がってんだね。すごいね。うん、うわ、すげえわ。ほう、おお
おお。すげ。はい、じゃあ改めて出発。いやー、景色よかった。風出てきたね。うん。風出てきた。あ、ボブさん、ここでぐるぐる回れますよ。本当だ。本当だ。本当だ。フラットダートができる。いいね。いや、楽しいな。この滑ってる感が気持ちいいんだね、これね。こうケツが流れてる感じが。うわ、たまらん。いや、これはやばいでしょ、これ。楽しすぎでしょ。いや、それにしても、この師匠はノーマルタイヤのブイストでガンガン行ってるもんな。これ、どうなの、この人。ですよ、このブイスト。山の神の丘展望台、ここだ。よし、でちょっともうちょっと前に止めるかな。どこ止める、どの辺止めよう。本当だ。危ねえ。はい、山の神の展望台見てきました。うん。いや、どうぞ。あれ、ロー入ってるよね。よし。はい。はい。おー。いやー、いいっすね。楽しすぎる。あ、下りだ。下りになります。下りでございます。やっぱりね、上りのが当たり前ですけど、気持ちよかったですね。上り初めてだったんで。先週はね、あそこは、市上沢林道は下りだったんで、ちょっと怖かったんですけど、ここの方が、道もね、こんな感じで綺麗だし、全然楽しいです。全然楽しい。やっぱり慣れたっていうのもあるよね。先週ちょっと走って。よいしょ。ほら。これはね、楽しいっすよ。この滑りながら走ってるのってほんと面白いね。昔子供の時の自転車でほら遊んでた時の感じっつうのかな。ねえ。空き地とかでさ、砂利道んとこで。ちょっと転ぶんで、そうは言ってもね、ダメですよ。そこはちゃんと自制心を持って走んないと。これね、あれですね、モリーさんのね、CRF は、あれがついてるんですよ、SP 忠夫のパワーボックスがね。で、
これセローのやつも出てるんですけど、ファイナルエディション用のやつがで今ね欠品中なんですよ。あれねつけると、まあモーリーさん曰く結構 3,4,000 回転で粘ってくれるんで、あのいいって言うんですよね。だからまあそのうちね欠品が物がねちゃんと販売でされるようになったらちょっとつけてみようかななんては思ってますけど、まあこのノーマルでね慣れてからじゃないといきなりつけても違いが分かんないんで、少し慣れてからとは思いますけどね。ほい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 、ケツ滑っても全然大丈夫なもんなんですねやっぱね。フロントも多少滑っても、なんだろう、こう、タイヤが噛んでくれてるんで、このぐらいのスピードだったらね、あの、滑ったら滑ったで、みたいな、その、なんていうんですかね、その、グリップ失ってるわけではないので、それなりの、こう、なんていうのかな、この対応ができるというかなんですね。あんまりロードタイヤで普通の道しか走ってないと、こういうオフタイヤでこういう道を走った時の感覚ってわかんないもんですね。やばい、林道楽しすぎるこれはやばいっすね。いやー面白いっすね。もうちょっとこれはもうやめられないですね。こんな楽しいことがバイクでまだあったなんてって感じ。もうまあみんなね経験してんだよね、若い頃にやっぱりね、多かれ少なかれ。私みたいにねこの年でバイク乗った人にはもうこういうことは未経験なんで、いやー楽しいっす。もう満喫してます。はいはい、な、何？ああ、だ、大丈夫っすよね。やっとね、砂利の走り方思い出した。大丈夫っす。何気に30年だから。で、始めると、フロントがすぐ安定した。わからない。いや楽しいよ、めっちゃ楽しいよ。多分4人とも楽しいと思うよ今。うりゃ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 、あー面白いな。おー景色いいし、やばいね。もうダートはダートで楽しいしね、こういうロード、あのアスファルトはアスファルトでさ、まあ、それはね面白いし、もうこれ本当セロー買ってよかったわ。いやーこのなんだろうな、多分俺はこの CRF だったらもっと緊張してて、あのなんだろうな、ここまで楽しめなかったような気がするんですよね。セローのこの安心感っていうのかな、うん、すごい。だって俺こんなダートスタンディングでなんて、こんな今日初めてですよこんなことやったの。でも行けちゃうところはやっぱり楽しいね。もう調子乗らないようにしなきゃいけないけど、いけないけどある程度調子乗りますよこれはね。これはまあそのうち痛い思いするんだろうなと思いますけどね。まあ、今日ブーツ履いてきたけど、ちゃんと他の装備もちゃんと してこないといかんね。うん。はい。ここね、今ね、泥なんですよ、泥。泥はね、ハンドル取られ、持ってかれるんで、あの、ちょっと慎重に行かないとね、それよりも前のノーマルタイヤのブーストロームがえれえ大変そうで、まだねこっちのオフタイヤはねそうでもないんですけど、うん、ありがとうさん、あこれで抜けたかなとりあえずね。
いやおかげさまでねブーツも慣れましたよなんかやっぱりね履いてこう履いて走ってみるもんですね。なんだかんだ言ってそれは普通のねライダースブーツのようには扱えないですけどもチェンジペダルとかでもまあそれなりにはこうギアチェンジもなんとなくスムーズにというかまあ普通にまあまあなんとなくできるようにはなってくるもんですね。まあそんなにこれねガチガチのブーツじゃないんであの足首多少動くんでねあのそれはもう本ちゃんのブーツに比べたらやりやすいんですけどまあそうは言ってもやっぱ足首だけじゃあのチェンジペダル上げられないんでやっぱりあのいろいろ教えていただいたようにね膝から上げるような感じでやりますけどねそれでもコツっていうのかなちょっとしたねコツが分かりました。はいはい、ですね三河スーパー林道がやっぱりあのその先通行止めになってましてそれで今、462の方へ降りてきてます。はいそんな感じですね。結構景色いいですね。結構高いとこ走ってんですよね。だからあれ三河ボスーパーリンドってで今ちょっとね、こう降りつつちょっと道もやっぱりねこういう土砂崩れがあったりとかなんで、注意しつつ降りてますけども、はい、462号線に降りてきました。とりあえず林道の方はこれで終わりですね。はい、ここから茅坂峠ですね。茅坂峠を抜けて、まあちょっとね、埼玉秩父の方へ抜けようと思います。はい、降りてきまして、今ここはどこだ？小鹿野なんのかな？小鹿野です。はい、これで今足学部行きまーす。はい、足学部です。ここから今何時？今3時ですけど、山伏通ってそのまま帰ろうと思います。うん、はい、山伏峠行きまーす。でですね、今日は三河ボスーパー林道に行ってきました。はい、メンバーは師匠ブイスト250そして、アーリーさん、CRF25L2 番目ですね。で私の前がモーリーさん同じく CRF25L で私、セロ250という4台で、行ってきました。で朝ね、本庄のサービスじゃねえやマクドナルドだで待ち合わせしたんですけど、まあそこに GGR を乗ってる、ベネットさんがまあ合流しまして、で彼はさすがに GGR で林道は行けないので、一人別れて金星峠の方に行った模様です。というわけで、私らはそのまま、三河ボスーパー林道の方に行きました。途中でね、土砂崩れとかそういったもので、通行止めがありまして、まあ、全線走破とはならなかったんですけども、
先週の、石上沢林道は、まあ、一人で行ってちょっと無謀だったんですけどね。であれ下りだったんですよね。で片道下りだけで帰ってきたんですけど、今日ねモーリーさんに三河スーパーリンドを連れてってもらいまして、まあ、上りからスタートで走ったんですけど、やっぱりね、まあ、先週は1人っていうのもあって、初めてっていうのもあって、今週はまあ2回目だし、あのメンバーがいるから何かあってもっていうちょっと安心感もありましたしね。いやもうめちゃめちゃ楽しかったです。で先週は分かんなかったことといえば、タイヤが滑ってもいいんだっていうのはね、今週よく分かりました。というか常に滑ってますね、ダートの上では。まあ、それがそのなんだろうな、自分で制御できる範囲内の滑りっていうのは逆に滑ってくれた方が走りやすいので、楽しかったです。今後もねちょっと私はこのダートの方は続けていきたいですね。まあダートメインになるなっちゃうんじゃないかっていう気もしますけれども、まあそんなことで、今日は、まあ家帰って300キロ、もうちょい走ってるな、300何十キロか走りましたけども、まあ楽しい、本当に楽しい貴重な、一日でした。そんなわけで、この辺でお別れしたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。Oh.